アーマードコア6最新情報、3つの重要項目、考察&解説。皆さんこんにちは、こんばんは。ももぐれももみチャンネルのももみです。2022年12月12日、ゲーム系サイト IGN よりアーマードコア最新作ファイアーズオブルビコンのインタビュー記事が公開されましたね。フロムの宮崎氏と山村氏のインタビューコメントから、アーマードコア6について3つの重要項目を私なりの考察解説をしていきたいと思います。まだ情報が少ないので間違ってたらごめんね。それじゃあ行ってみよう。今回の記事で判明した一番重要なことは、アーマードコア6はシリーズ過去作と同様、三人称視点でメカを操縦するアクションゲームである。アーマードコアシリーズ従来のコアコンセプト、自分の機体を自由にカスタマイズできるアセンブル、そしてそれを自由に動かせるという点です。ソウルズボーンに近づけるということはしてないし、本作にセキロと共通する要素は特にない。もうその点が判明しただけで、ああアーマードコアっぽい作品なんだなと感じました。2つ目はミッションは選択制でオープンワールドではない。メインのストーリーモードに関してはシングルプレイで、協力プレイは入れていない。ミッションをクリアしてお金を稼いで新しいパーツや武器を買うというサイクル、苛烈なボス戦がある。マルチプレイに関しては対戦モードをメイン。ストーリーは完全に新規、過去作と直接的なつながりはなく、独立した新しい物語や舞台である。オープンワールドではなくミッション選択制のゲームデザインを選んだ理由というのがインタビューではっきりと語られていて、アセンブルによって移動の振れ幅が大きく変わってくる。飛べる距離が違ったり、ブーストの基本速度が違ったり。なのでオープンワールドでの探索や長い移動は非常にフィット感が悪いとのことで、確かに言われてみればですね、好きなようにアセンブルできることが売りな作品なのに、ガチ弾などを組んだ場合オープンワールドで探索型にしたら移動が遅すぎてストレスを感じてしまいますものね。ストーリーに関しても過去作 ACVD の発売から約10年経ちますし、過去作をプレイしようにもハードの面で厳しい面があるので、独立した新しい物語と言い切った方がいいでしょう。3つ目は各種新要素です。アーマードコア6には敵の体勢を崩すクリティカルヒット要素がある。そこを軸に攻防が激しく入れ替わる。銃撃戦と近接アクションが混在。パリーは実装していないが類するガードの仕組みはあるとのことで、反動値の設定や体勢を崩すような反動の高い武器があるんでしょうかね。 PV に出てきた閃光弾、爆雷みたいなものがそれだったりするんでしょうか。またガードに関してはプライマルアーマーやエネルギーシールドのようなものが見えたので、これらでガードするということかもしれませんね。ブレードやダガーなどいろんなタイプの近接武器があるとのことで、ダガーとは過去作でも各種ブレードが出てきました。ムーンライトをはじめとするレーザーブレード、パイルバンカーやヒートパイル等突出型ブレード、通称とっつき、 FA に登場する使用回数無限の鉄塊実弾ブレード、ドーザー。まあダガーというので射程短めの実体ブレードなんでしょうか。機体のチューニングという要素、チューニングによってパーツのアクションが増えていったり、パラメーターによって性能が向上とのことで、パラメーターによって性能が向上は過去作でもあるのでイメージしやすいが、アクションが増えての部分が気になりますね。例えば過去作のイクシードオービットコアのようなもので、攻撃範囲のパラメーターをチューンすることによってイクシードオービットの攻撃範囲が変わったり、ロックした対象の近くに飛んでいって攻撃したりするということでしょうか。最後に制作体制に関するコメントとしては、一本のゲームにかけられる人員やコストに余裕が出てきた、やりたいことができる体制になってきた、 AC4、ACFA 開発当時と比べるとかけられるコストも人員も期間も桁が違うとのことで、10年ぶりの新作アーマードコア6ファイアーズオブルビコン、ほんと楽しみですね。とにかく多くの人にプレイしてほしい、たくさん売れて商売的に成功してほしい。そうすることによってまた AC の次回作であったりだとか、フロムの他のシリーズへとどんどんつながって好循環が生まれると思うので、ぜひね、多くの方に布教しましょう。ももぐれももみチャンネルでは様々なゲームの考察、解説、紹介動画を出してまいります。ぜひとも皆様チャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。ももぐれももみでした。またね。